ロバート・メランクトン・メトカーフ。愛称は、ボブ・メトカーフ。パローアルト研究所所属中に、イーサネットの共同発明者の一人となった。あとに3コムを創業。メトカーフの法則でも知られている。2012年現在、ポラリス・ベンチャー・パートナーズのゼネラルパートナーを務めている。2011年1月から、テキサス大学オースティン校で、電気工学教授と、 技術革新ディレクターを務めている。ニューヨークのブルックリンクで生まれる。1964年高校を卒業。1969年マサチューセッツ工科大学で電気工学と産業管理の学士号を取得して卒業。ハーバード大学大学院に進学し、1970年に修士号を取得。ハーバード大学では 新たなアーペネットと大学を接続する責任者になれなかったため、計算機科学の博士号を得るため、MIT のプロジェクト MAC に職を求める。プロジェクト MAC では、MIT のミニコンピュータ群とアーペネットを接続する責任者となった。アーペネットに夢中になっていたメトカーフは、その仕事を博士論文のテーマとした。しかし、ハーバードは彼を落第させた。 パロアルト研究所で働いていたとき、ハワイ大学のローハネットに関する論文を読み、新たな博士論文の着想を得る。ローハネットモデルのいくつかの問題とその対策を考案し、それを論文に組み込んで改訂し、1973年にハーバードから PhD を得た。1973年、パロアルト研究所で働いていたとき、デビッド・ボグスと共にイーサネットを発明。 これがコンピュータ同士の短距離接続の標準となった。メトカーフはイーサネットが誕生した日を1973年5月22日だとしている。この日彼はあるとイーサネットと題したメモに大まかな動作原理を書いて回覧した。メトカーフはこの時初めてエーテルとして同軸ケーブルを使うアイデアを表すイーサネットという言葉が生まれた。 ローハネットやアーペネットのように参加しているステーションがデータのパケットを注入したとき、パケットは毎秒数メガビットの速度で飛び回り、衝突と再走と後戻りが発生するだろうという意味が含まれていると述べている。ボックスはイーサネットの誕生した日を1973年11月11日だとしている。これはシステムが稼働し始めた日である。1979年。 パロアルト研究所を離れ、スリーコムを創業。ラン関連装置の製造業者である。1980年、ラン開発への貢献に対して、悪夢グレース、ホッパー賞を受賞。1990年、経営陣の争いから、スリーコムを追い出された。その後10年間、コンピュータネットワークの専門家として、インフォーワールドにてコラムを執筆するなど、 一致で副社長として働いた。2001年にはベンチャーキャピタリストとなり、2012年現在はポラリスベンチャーパートナーズのゼネラルパートナーとなっている。2010年11月、テキサス大学オースティン校の技術革新ディレクターに選ばれた。2011年1月から同大学で働き始めている。1996年、イーサネットの開発、標準化。 商業化における模範的かつ持続的なリーダーシップを、称えられ、IEA 予賞を受賞。2003年3月14日、イーサネットの発明、標準化、商業化におけるリーダーシップに対して、ジョージ・ W ・ブッシュから、ホワイトハウスにて、アメリカ国家技術賞を授与された。2007年5月には、他の17名と共に、オハイオ州、アクロンのアメリカ発明家の伝道入りを果たした。 2008年10月、コンピュータ歴史博物館のフェロー賞を受賞。技術的貢献以外では、1995年に、翌年にはインターネットが壊滅的に崩壊するだろうと予言し、もし間違っていたら、誤りを認めて、全言を取り消すと約束したことで知られている。1997年の第6回 w w 国際会議での基調講演で、 その予言をしたコラムのコピーを何らかの液体と共にミキサーにかけ、そのパルプの塊を飲み込んだ。当初メトカーフは巨大なケーキで約束を実行しようと、したが、聴衆が強く抗議したため、このような形となった。オープンソースソフトウェアと Linux に対して批判的であり、特にマイクロソフトが Windows に1000をリリースしたら Linux は消え去るだろうと予言したことがある。 オープンソースのイデオロギーはユートピア的ナンセンスであり共産主義を思い起こさせる。リナックスは有意心論者によるユートピアで育った有機的ソフトウェアである。その有機的果実が販売されるとあなた方はオープンな傷のある小さなリンゴに余分な代金を払う。これがオープンな傷運動だ。登場すればリナックスとはおさらばだ。ロバート・メトカーフ、インフォーワールドなお。 二週間後にはコラムで若干取り消している。私はコラムで卑劣な言い方を採用する誘惑に、こうしきれなかったことを恥じている、オープンソースイニシアチブについて、ジョークを言って、フレームを煽るべきではなかった。ロバート・メトカーフ、インフォワールドまた、1990年代半ばには、無線ネットワークが死に絶えるだろうと予言している。無線モバイルのバブルは今年中に弾けても、 我々は単に有線のファイバーに戻るだけだ風呂にはまだ円管が配管されているように、ほぼ同様の理由でコンピュータは有線で接続されたままだろう。ロバート・メトカーフ、インフォーワールド、ありがとうございます。